段形は、五漢時代末期の漢岸。聖院軍の人、五漢書に記録がある。漢岸を徴用した霊帝の時代、コ蘭、ラン、王はじめ、創設が中条寺として、県政を振るっていた時期に、小高門の地位にあった。コ蘭ランと共に、西北国で農業を営んでいたが、家来に略奪をするなど悪行があったため、西北省であったアグリノベという人物が、 コーランとダンケイの家来を殺害し、カバネを晒し者にした。コーランとダンケイは激怒し、皇帝にアグリノベを布告したため、アグリノベは免職となった。後に、王はじめは、軽視、コーランは自殺に追い込まれ、創設も病死した。代わって、超ただし、超譲るが牽制を振るっていた。 その時期に中条寺に任命された12名の宦官,官の一人として、段形の名も上がっている。189年、霊帝が没し、劉弁が即位すると、中条寺は外戚の大将軍南進と対立した。軍を中央に集めて、宦官,官中殺を図る、何進むの先手を打ち、何進むをおびき出して暗殺した。この時、室嵐と共に兵を率いて、 実際に南進を殺害したのは、段慶である。従上寺は、偽の象直で事態の収拾を図ったが、何進むの部下の演唱らが放棄し、宮中に乱入、長ただしら多くの宦官,官が殺害された。段慶は、長を譲ると共に皇帝とその弟である、新竜王隆京を擁して逃亡するが、当宅、露食、後ただしらの追撃を受け、身体に急死。 超譲るともに受水自殺した。三国支援儀でも、ほぼ同様の最後を遂げて、河南中部城の便密具によってその支給を挙げられている。ありがとうございます。